か。おはようございます。いや、アラームで1回目のアラームで起きて油断しちゃった。もうバカバカバカ。1回目のアラーム5時50分ぐらいにかけて、それにはね私起きたんですけどそっから寝てた。そっからね、なんかまだいけるかなと思ってちょっと寝たら、なんと二度寝してました。あおー、まぶたに目が入って寝て眠っていい今日ちょっと寒いですね。ステボシから30分寝てちゃんと来て、えらっ、そういうの欲しいな。やっぱベッドで寝るのがあかんのかな。二度寝はソファーでって決めるよ。にゃーって言ってるね。ちょっと見に行こう。キンキンさんハート100ありがとうございます。ハート500個になった、ありがとうございます。浜野さんだるま100個ありがとうございます。もう寝起き、超寝起きです。だから皆さんおはようございますあら、入ってきた。おいで。おはようございます。かわいいや。かわいい癒しや。癒しです。ゴンちゃん。ゴン様、ゴン様今日も可愛い。一緒に寝てるんですけど、もうあれですよ、甘え超可愛い。7時半まで配信。今日の予定はちょっと3枠目まで、4枠目まで一応決めてるんですけど、4枠目まで一応決めてて、そうそう、猫ちゃんかわいいよなって言ったら4枠目まで決めたけど、あら、あら、かわいい。扉閉めたいんだけど行かへん。扉閉めたいねえ。学校やからお昼休みの枠があれば何か。お昼休み今日ないんですよ。いた、我慢といて。七久保さんハート100ありがとうございます。マリさんだるま100ありがとうございます。ちょっと待ってね、あの扉閉めてきます。大学帰りも、頑張ってね、ファイト。うーん、寝坊しちゃったね一緒に今
寝てたね、ずっとね。一応枠決めたのだけ発表しとこうかな。じゃあ、はい、一枠目は星三種予定がちょっと難しくなっちゃったのでわかんないけど、その次二種、その次が三週、ちょっとだいぶねお仕事とか用事があって時間空いちゃうんですけど、三週目噛みすぎよあんたが、そのどんだけ指噛むので、四枠目が一週枠、ちょうど多分今日からいろいろ始まる人もいると思うので、自分もお仕事とか予定とかがあったりするので、なんだね今日ちょっとまた7時から9時までできへんから、その前後でしようかな。45分くらいまでかな。お昼するよりっていう感じやな。お、泉さんだるま100個ありがとうございます。一週とご自身の時間でありがとう、お仕事頑張ってね。おー、また3位、ありがとうございます。ちょっと頑張って後半も頑張っていこうとしたのに、ほんまにバカバカって感じのお寝坊をしました。すいません。お、仕事行ってきます、頑張ってね。いつでも駆けつけありがとう。おはよう、おはよう、こんちゃん、こんちゃん、おはようは、おはようどこ見てんかわぐるぐる言ってる。まあちょっと眠たい感じやな。あとちょっとここ座っとき、膝に座ってます。お、カレン邪魔するな、帰ってーなじゃんありがとう、来てくれて朝早い中。昨日一日で、あ、そうなんや、ポイント的には2位やったってこと。うわー、すごい、皆さんありがとうございます。急に寒くなったよな、寒いもんだって普通に。エアコンいらん、痛い、噛まないよ。ゴンちゃんはね、甘噛み下手で全然うまく甘噛みしてくれない。痛いし、噛んだら、噛んで痛いって甘噛みが痛い猫。痛いよそれ、可愛いからいいや。そう、山神姫途中で痛くなるやつ、2番の歌詞。そうそう、天神ゴンちゃんちゃん、そう、めっちゃ甘えたいねんな。やし今朝やから余計、朝めっちゃなんかよく甘えてくる猫ちゃん。あ、かわいいね、かわいいね。ひろさん、だるま100個ありがとうございます。
そうなんか、うん、怖いやっぱ怖いよな。うん。だるま100個、キンキンさんありがとうございます。じゃあ、やります。目が開かへん。むくんでるわ、多分今日。50カウント完了、ピロピロ、ありがとう。お仕事、行ってきます。行ってらっしゃい、ゴンちゃん、またね。ほら。またね、バイバイ。不思議な顔してた今。かわいい。なんでそんなかわいいんや。心が癒される。今日からお仕事の人多いんかな。4連休終わってさ、仕事ね、猫の甘噛みって結構残るんかな、どうなんやろ。でもめっちゃ噛まれた時は血出たりする、たまに本気噛みしてきて。なんで本気噛みすんのやろ急に。やっぱ甘噛み下手やねんな。なあ下手やな甘噛み。2週と50日の時間よ、ありがとう。腹筋の筋肉痛大丈夫やった、全然痛いよ。もう今日から仕事、やっぱみんな今日から仕事なんかな。どうなん、あくびしか出やんけど。みんなもあくびしか出やんの、どうなんですか。私は連休中仕事やったから今日から。あ、逆に、逆に今日めっちゃ見れるみたいな日やったん。あれま、あれま、こんちゃん、ちちちゃんにゃん、かわいい、かわいい。おはよう、おはようございます。せいかさん、ハート100個ありがとうございます。みんな行、なんか逆に休みなんや今日から。そういう時もあるのか。あくびってなんで出んの。酸素取り入れるため。ちゃんと呼吸してんねんけど、なんでなんな、あなあ、なんでそんなことしてんのな。そんなことして、あ、かわいい、でっかくてかわいい、かわいいにゃん。今日はまた甘噛みして、ほら見て、みんなめっちゃすごいが甘噛みしてくんねん。ほら見えるんかなこれ。かわいい。今年初めての学校、行ってらっしゃい。お仕事なのでここまでしか見れないけど、頑張、ありがとう。お仕事頑張ってね。今日は歯医者さん。歯医者さん嫌やな。スケジュールこれです。次のスケジュール9時15分から。ちょ、なんか、あ、はい、そうそう、もう脳がさ、かわいいやろ、めっちゃ指噛んでんねん、ちょっとな、落ち着きました。今ちょっとだけ美味しいんかな多分。美味しいって思ってるんじゃない。ご自身の時間にありがとうございます。ゴンちゃん
むんちゃんほんますぐ人の指噛むから、そういうのそういうのあれやで、人来た時あかんで。そう、眠っちゃいな、みんなこの時間から仕事行ってるって思ったらもう偉すぎて、偉すぎて仕事を頑張ってね、ゴンちゃんかわいい。そうふみふみもめっちゃする、でもなんか爪がさ今長いからさちょっと痛いねんな。電車乗ってる？頑張って、満員電車から横行くよ。何してんの？シーナさん、だるま100個ありがとうございます。だるま見て涙出た。寝起き、寝起きあくび止まらへんみたいな。よし、今日、マジで今日、なんか最近ね、あれなんねんな、結構。何やっけ？なんかね、いつもさ、時間決めてやってるやん、タイムスケジュール。で、仮眠とかした時にさ、昨日も一昨日も、あ、起きたら寝坊したと思って急いで用意したけど寝坊してなかったみたいな感じの感覚なんで、何回もある。今日はマジに寝坊しちゃった。でもなんか気づいたらなんか昨日いつ思ったっけな、昨日はお昼の後にちょっと寝て起きて、それがなんか寝坊したと思った。マジでこれでもマリンもな、なんかポップティーの時それなったっつってさ、ポップティーの時マジでそれ思ってたわーって。だからみんな多分さ時間との戦いね、お互いそうやんな。でもマジであと5日か、あと5日間頑張ろう。お、カドさん、タコさん10個ありがとうございます。同じ？ファンも同じ？そんな感じやんな、わかる？マジで絡まったぞ、毛が。学校から帰ってくるまで来れないけど頑張って、ありがとう、頑張ってね、ファイティン。そうそう、ショールームあるあるらしい。星投げた、ありがとう。あと5日か、でもなんか5日学校通うぐらいやな。今日で23か23か、
もう曜日感覚も失いそうやし。でもあと5日やから頑張りましょう。とりあえず朝一発目起きないといけないね。ちゃんと今日は次は9時から9時15分からです。クレバスユちゃんさん、あもう喉すぐ枯れる、なんでなん。でも全然痛いとかないねんけどさ、喉がすぐ枯れる。クレパスちゃんさん、あと100個ありがとうございます。ひかるくんさん、だるま100個ありがとうございます。秋やからかな、季節の変わり目やからさ、結構さ乾燥したりするのかな。ちゃんと飲み物いっぱい飲んどこ。なんかさ歌う前にさ豚骨ラーメンのスープ飲んだらいいって言ってたの聞いたことあるんだけど、ほんまかな。はちみつレモンいいよな、好き。視聴者下がってきたからそうかな。やっぱ最近ほんまにめっきり寒い、寒くなってね、ね、そうやな、ほんま。かわいいな、このライン、黒い綺麗な毛並みでかわいいです。完璧完璧です。少林ルームからカウント支援に参りました、ありがとうございます。皆さん、うーかさんのところからもありがとうございます。もうかけて寝てる？今かな？まだ衣替えして、わかる、してない、全くしてないな。まだなんか夏いけるかなと思って夏のやつ全然出してる。お、お仕事行ってらっしゃい、終わり次第ありがとね。無理しないで頑張ってください。そう、ゴンちゃんいるよ。メイジェンさんは豚骨スープ飲んで、そう、なんか豚骨スープ飲んだらいいって聞いたから豚骨スープ飲もうかなと思って。そう、JK 一番の思い出は何やろ、なんかそんなに、でもなんか3年生楽しかったなって感じしか覚えてない。普通に楽しかった毎日。今日はちょっと変則的な感じで極端な配信時間になっちゃうかもしれないけど申し訳ないです。でも夜やったらみんな見てくれるかな。夜やったら見てくれそう。寝起き配信、寝起き配信もう眠すぎるけど、こんなんでいいんかな。仕事終わったらまた帰ってきます。うれしい、ありがとね。夜に詰め込もうかなと思って。どうやったらいい？なんかさ15分とかカウントとか何時間大きな、しかもな、夜って言ってもさ、なんかめっちゃ全然できへんかったりすんねんな。ピエン、21時にお仕事が終わって、そっからしよっかなって思ってんけど、誰かとコラボある
あんねんけど、ちょっとどこにどこでコラボしよっかっていうのまだ決まってなくて、今日はコラボ祭りです。多分祭りって言っても祭りじゃないかもしれないけど、コラボ祭りです。見に来てください。今ショールームに予定入れとくな。今日はねちょっとほんまにできん時間が多くてさ、どうしようかな。21時からあーでも21時やったらな、なんか仕事お仕事が押しちゃったりすると無理やしな。15分とかでいいか。15分から45分まで30分か。コラボ祭りね。123で1時間15分時が30分で30、90、35で125、あと55か。あと55、25、30でいいかな。いやーなんかめっちゃキチキチになっちゃうかな。いいかな。今日は他のコンテンツかぶりなかった気がする。昨日めっちゃかぶっちゃってたよな。いやそうそう、お互い仕事もある。そうそう、だからちょっとね様子見つつ無理せんしない程度の時間帯に、今日は見れそうな時間帯にいっぱい入れとこう。あと2枠が決められないよ。2枠まだちょっといろいろあるかもしれんけど、じゃあそろそろこれで後で出したいと思うので見てね。ツイッターもルームのフォローもお願いします。じゃあランキング読みます。13位、リュウさんありがとうございます。あーそんなことしないよ、開会しても挟まってるよ。13位リュウさんありがとうございました。12位ヤサオさんありがとうございました。11位クレパシューチャーさんありがとうございました。かんちゃんよし頑張るよ。10位おじてんさんありがとうございました。かんこの顔。9位シーナさんありがとうございました。8位エイチャーさんありがとうございました。7位ミヤチさんありがとうございました。6位マリさんありがとうございました。5位クラーキさんありがとうございました。4位いずみさんありがとうございました。いくよ。3位浜野さんありがとう、あ3位加藤さんありがとうございました。2位浜野さんありがとうございました。1位キンキンさんありがとうございます。ありがとうございました。かわいいねあなた。ラッキーパーソンいきます。えい、お53位チッチさんおめでとうございます。また来てねみんな。次は9時15分から9時35分です。もう寝坊はしませんので皆さんすいませんでした。また来てください。9時15分からお会いしましょう。じゃあねまたね、バイバーイ。